てこのカラーバリエーションだからね、ひょっとするとひょっとするかもしれんな。どうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。 JLOVE の GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS と GO AIR SPORT TRUE WIRELESS EARBUDS です。JLOVE ね、聞き慣れないメーカーかなと思うんですけど、カリフォルニアで設立されたオーディオカンパニー。2020年には$100以下の完全ワイヤレス市場でナンバーワンを獲得したと、今最も注目されているブランドです。$100以下でね、ナンバーワンっていうことなんで、価格がね、バグってます。GO AIR POP が日本でも3980円、こちら GO AIR SPORT が4980円なんで、5000円以下で日本でも買うことができます。しかも今回はクーポン、500円オフクーポンもつくので、めちゃくちゃ安く買えますよ。ということでご依頼いただいたんですけれども、全くわかりません。まだ一度も使ってないんで、何言ってもいいよということなんで、これから皆様と一緒にビシッと見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらがですね、 GO AIR POP TRUE WIRELESS EARBUDS。 ちなみにこんな感じでカラーめちゃくちゃあります。その名の通りポップですよね。色いっぱいあるので、自分好みに選ぶこともできますよ。というわけで赤ね、開けていきたいと思います。タラーン、出ました。これは本体ですね、非常にシンプルな構成、後で見るとして、この中にクイックスタートガイドとか大事な書類ですね。他にも取説の QR コードに2年間の製品保証ですね、そちらの紙も入ってました。イヤーピースは本体合わせると3サイズ。ほんでこちらが本体になるわけです。これね、めちゃくちゃちっちゃいです。こんな感じ、手の中に収まっちゃうぐらいなんだけど、上側にはですね、 JLOVE っていう風に入っていて、このように充電すると光るようになる。充電口がね、これないんだけど、ここにねケーブルがついています。これを取り出すことによってで、ぐさっと刺して充電するっていう。なのでケーブルをですね、持ち運ばなくてもいいし、手軽に充電することができる。USB-C じゃないですけどね。で、これがイヤホン本体そのものになります。このように真っ赤なモデルですよ。ケースとの統一感もあっていい感じ。このマークのところですよね、ここがね、タッチセンサーになってるっぽい。見たところね、そんな感じはしないんだけど、一応これ搭載になってます。で、持ってわかるけどね、すげえ軽いね、これ。ケースと本体合わせても 35.4g。イヤホン片側ですと 3.7g しかないんで、持ち運ぶとかね、そういったものはもう全然苦じゃないと思いますよ。ほんと軽いね、これ。で、こちらが GO AIR SPORT TRUE WIRELESS EARBUDS です。こちらもですね、 GO AIR POP 同様、このようにめちゃくちゃ種類があります。全部で6色ですね。 GO AIR POP よりも1色増えているというすごいカラー展開です。なのでどれかですね、自分の好きな色をですね選ぶっていう楽しさもありますよね。タラーンと、同じくこちら本体後で詳しく見るとして、入ってたのはですね、クイックスタートガイド、それと先ほどと一緒、取扱説明書と2年登録の紙。イヤーピースは本体合わせると3サイズ。ほんでこちらが本体になるわけです。 JLOVE っていう風に入っていて、後ろ側ですね、先ほどと一緒、ケーブルついてるんで、ね、このように外してぐさっと刺せば OK。 ケース開けるとこんな感じ。 GO AIR SPORT という風に書かれてるんで、ここ耳引っ掛ければですね、落ちないという仕様になっている。触った感じね、すごい柔らかいですよ。これもね、同じくめちゃくちゃ軽いですね。つけてるの忘れちゃうんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ軽いものになってます。ケースと本体で 57.5g、 片方だけだと 6.2g と、こちらも同じく持ち運びには全然困らなそうですよね。 GO AIR POP は十分なバッテリー性能、イヤホン単体8時間、ケースを併用すれば最大32時間使うことができます。イヤホンは片方だけでも両耳でも使用可能、片方だけ接続が途切れるといった心配もありません。クレジットカードよりも小さいサイズでシリーズ最軽量、ポケットやカバンにスッと入りすぐに取り出せます。タッチコントロールで音楽再生や音量、 Siri や Google アシスタントも起動できます。一方 GO AIR SPORT も連続8時間、ケースを使えば最大32時間使うことができます。 IP55 の防塵防滴搭載、人間工学に基づいた耳掛けは耳にしっかりフィットしてずれることはありません。こちらも片耳両耳どちらでも使う
うことができます。片方だけ途切れるといった心配もありません。アプリを使わずイヤホンをタップするだけでシグニチャー、バランス、ベースブーストからお好みのサウンドをすぐ選択できます。タッチコントロール搭載、音楽再生や音量、 Siri や Google アシスタントなどタッチもしくは音声でも操作することができます。とまあそんな感じなんですけれども、大事なのは音質ですよ。これからつけて確認していきたいと思います。はい、じゃあ聞いていきましょう。どんな感じなんでしょうか。装着するとこんな感じに見えますよ。ゴーエアポップ、非常に可愛い。結構小ぶりで耳の中にスポット入ることができます。こちらがゴーエアスポート、耳に引っ掛けるタイプなんで、もう全然外れる感じ全くないですね。じゃあまずは聞いていきたいんですけど、モードがですね、3つイコライザーがあるので、左側を3回タップすると切り替わっていくらしい。まずはシグニチャーからね、聞いていきましょう。いや、全然普通に聞こえますよ。しっかり高域も聞こえるし、低域がね、やや強めかな。シグニチャーの段階で結構強く出るかなっていう感じがあります。いわゆるドンシャリですよね。ドンシャリサウンドかなっていうところですね。ちょっと変えてみるか。3回タップ1、2、3。低域がねグッとマイルドになりましたね。それぞれの音が強調しすぎない感じになるかな。高域もですねややマイルドになるんで、全体的な音は聞き取りやすくなりますよ。聞き疲れがない感じになるかな。かなり中低域が前に出ます。中域かな、かなりアタック感がより強くなる感じですね。でボーカルがね若干下がるかなっていう感じ。やっぱりねこう低域ですよね。ダンスミュージックとかそういうのを聞くのには非常に楽しい音になるかなと思います。音的にはね全然問題ないんだけど、若干の無線感ですよね。それはねどうしてもあるかなっていうところですね。十分だけどね、この音でこんだけ聞こえれば僕は十分楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。で今回クーポンを使えば3500円以下で買えるからね。でこのカラーバリエーションだからね、ひょっとするとひょっとするかもしれんな。じゃあ今度はスポートです。スポートを聞いてみましょう。あとこれねケースがね左側が右に来て右側が左側に来るんで、取り出す時はねあべこべに取り出す感じですね。多分ケースを小さくさせるためにそういう設計になったのかなとは思います。でこの接続してる部分も全然痛くないしね、ピターっとしますよ。こっちもいい音。フラットはねそんなに低域がね前に出ないです。ボーカルがググッと前に近くてそんな狭さも感じないですよ。でそしたらちょっと音変えてみようか。3回ねやると変わるらしい。バランスになるとねボーカルがちょっと引っ込むね。各音域がそれぞれですねこうチューニングされるんだね。まあシグニチャーが多分自然のものなんだけど、それをさらにちょっと手を加えた感じになる。ちょっと確かに盛り上がるかな、中低域が。でもめちゃくちゃ深くてアタック感っていう感じじゃないわ。ややねこっちの方がマイルドな感じではある。しっかりね低域っていうのを感じることもできるから、走ってる時とかにも良さそうですよ。確かにスポーツの時とかはねいいかもしんないね。なるほど、分かった。じゃあちょっとこれ使ってですね運動を実際にしてみたいと思います。はい、というわけで実際につけていってみました。右側にゴーエアポップ、左側にはですねゴーエアスポートをつけています。頭振ったりとかしても全然外れませんでした。で走ってみたんですけれども、こんな感じ長い間ぐるーっと回ってみましたけれども、そちらでもね全然問題なかったですね。イヤーピースしっかり合わせれば大丈夫そうです。はい、というわけで今回はですね日本に上陸したばっかり J ラブのゴーエアポップ、そしてゴーエアスポートをご紹介しました。いいところ残念なところをまとめていっていくと、音は全く問題ないね。すごく元気ですよ。パワフルな音、低域のですね迫力も中域寄りですかねの音がガンガン響くんで、すごくアタック感としてですね音楽楽しむことができる。でボーカルもそれに負けることはないですし、しっかりね綺麗に響くことができます。ゴーエアスポートの方はですね、あんな感じ走っても全然外れることなかったし、ちょっとしたですね水滴とかですねホコリぐらいだったらもうガンガン防いでくれるし、イコライザーも3つあるから、あんまりね走ってる時にねガンガンやるのは嫌で、自分はフラットで聞きたいんだっていう場合にはもちろんシグニチャーでもいいし、もうちょっとバランスねより良くより上品に聞きたいっていう場合にはバランスモードでもいいし、いやもっとね低域ガンガンで乗ってそのリズムで走りたいんだっていう場合にはベースブーストを使っていただけると楽しいんじゃないかなっていう風に思います。でそうでもあえて残念なところを言っていくと、若干の無線感、そちらはねどうしても残るかなっていうところではありますね。コーデックがね SBC のみになるので、どうしてもねそこがなっていうところではあります。 Bluetooth バージョン 5.3 にもアップする予定みたいなんで、でもそう考えるとこの低価格でですね Bluetooth 5.3 LE オーディオまでいけるようになるっていうのは非常にコスパがいいっていう部類に入るのかなとも思います。でも十分すぎる性能だけどね。価格もめちゃくちゃ安いし、片耳使えて音質
もですね、しっかりバランス考えられてるし、カラーバリエーションも豊富だし、確かにこれは売れるよ。1万円以下でですね、アメリカでめちゃくちゃ売れたっつうのは確かにそうだろうなっていうのは納得できましたね。5000円以下でここまでですね、性能と音質っていうのをまとめたっていうものはないから、今後日本でもですね、席巻していく可能性はめちゃくちゃ高いと思います。なるべくお財布に優しく、かつ高性能に楽しみたいっていう方にはですね、J ラブのゴーエアポップ、ゴーエアスポートいいんじゃないかなっていうふうに思います。それと11月30日までですね、クーポンですよ。入力していただきますと500円オフで購入することができますので、ぜひ下のリンクからですね、飛んでお買い求めください。それと J ラブジャパン公式ツイッターでのプレゼントキャンペーンもやってます。どんな音、性能で楽しめるのか使ってみたいっていう方、ぜひそちらにもご参加くださいね。それとこの動画が面白いと思った方は高評価、ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。つうわけでまた明日、チャオ。